皆さんこんにちは、アンバサダー網野友雄のブレックスプレビューです。今回は前半戦天皇杯を終えて節目ということでスペシャルでお送りしたいと思います。そして今回は石川スクールコーチに来ていただきました。よし、一緒に前半戦を振り返っていきたいと思います。さあ今週のテーマが前半戦を終えてのチーム内の MVP を決めようということで、石川コーチ、はい、前半戦振り返って、はい、石川コーチが思う、はい、MVP は誰ですか？そうですね、たくさん考えたんですけども、今日はこの T シャツを見ても分かる通り、あれ、はい、トミー・ブレントン選手です。今日は前半戦のトミー・ブレントン選手の凄さを2人で大解剖していきたいと思います。それではブレックスの前半戦素晴らしかったところについて、まずチームでのパスワークというものがあります。そこの中で一番のキープレイヤーとなっているのがトミー・ブレントン選手です。その理由はトミー選手がうまくスペースを使ってパスを供給する位置にいるというところが一番のキーポイントです。まずこの映像をご覧ください。はい、じゃあその映像を少しボードを使って、解説していきたいと思います。トミー選手がボールを持っていて、で渡辺選手に対してこうハンドオフのプレーでボールを渡します。でその後渡辺選手はドリブルをしながら古川選手に対してパスを出しました。で本来であれば古川選手ここでシュートを打てるようなプレーを狙っていたと思うんですが、うまくプレーができませんでした。その時のトミー選手の位置ですね、そこに注目をしてほしいと思います。本来であれば選手というのはこういった自分がシュートを打てるエリアで動くというのが、バスケットの選手非常に多いんですけども、そこをあえてトミー選手はパスが古川選手のところで止まってしまった、そこをつなぐためにこういった広いところまでスペースを取っています。こう一見無駄な位置に思えるんですが、そういうところに広くスペースを取ることで古川選手がここにパスをすることができて、その後広いスペースを使ってトミー選手思い切りアタックをしました。そのことによってファールがもらえたり、もしここでアタックできなければまた逆に こちらには広いスペースがありますのでパスを展開できるというところの役割を、非常にチームの中で重要なポジショニングをやっています。ここのトミー選手のつなぐ意識、ポジションというところが今のブレックスがパスがうまく回っている一つの理由です。ここのつなぎやトミー選手に注目をして後半戦も楽しんでもらえればというふうに思います。さあ今回は僕がトミー選手のつなぎ屋のところを紹介しましたが、次回は石川コーチにトミー選手のすごいところを紹介してもらいたいと思います。さあ石川コーチ、はい、次回のトミー選手のすごいところのキーワードは何ですか？キーワードはトミー宅急便です。それでは皆さん次回またお会いしましょう。